応。もしもし。あと1回、2回ぐらいデートしとく。ちょっともうね、もう行くところもないというか。山行くか、山、山で遭難でもしてみるか。行く行く、よっしゃ、楽しい。休むか。もう倒れることもないような気がする。どうした、なんじゃこれ、なんじゃこれ。お、水木様とイロ様、どっちにも様付け。そうさ、だから僕はいつかこの空一面に描いてみたいんだ。そんな天使のような僕なんだよ。トレビアン、なんて素晴らしい計画でしょう。君こそ素晴らしい。君は僕のアートが理解できる人なんだね。あの、お二人さん？いや、いたね、破壊神君。破壊神君いたよ。なんだかとっても楽しそうなんだけど。そうなんだ。だって今日僕は新しいテーマを手に入れたんだ。テーマ？そうさ、それは、いけない、僕はとんでもない過ちを犯してしまった。ほうほう、どうなさったの、四季様。さっきの君の微笑み、僕のカンバスに収めておくべきだった。まあ、四季様ったら。それでは、水木はいつまでも笑っています。ブリューシエール、この青い空のように。なる。じゃあ僕は空を舞うヒバリさ。捕まえてごらん。あ、待って、四季様の意地悪。一生やっとれって感じですよね。まあこれにて敗北というわけですかね。まあ良かったんじゃないでしょうか、これで。どうしよう、もう、あ、メール？今日から、あなたは今日から水木のお友達ナンバーワン復帰です。よかったわね。ああ、なるほど、これで復帰できるんだ。へえ。もうデートしなくてもまあ大丈夫だと思うから、もうデートしなくて大丈夫よね、多分。一応あともう一回入れとく。こちらはただいま電話に出る。あ、もういらん？マジか。だったら時間節約のためにデートしないべきだったな。バレンタインで。いらっしゃいませ。で、これどうします、ドクロチョコあげるべき。もう今日中に終わらしたいね、なんか終わりそうだから。ありがとうございました。ちょっと残り時間の兼ね合いと、攻略の兼ね合いを考えて、ちょっと冷静に判断してほしいのだが、ドクロチョコはやるべき。あと24分ほど。え？知らん。ここどこだ？え？駅前か？よしよし、オッケーオッケー。待ったか。
次がバス停だなっていうのを覚えてたから。今日は何しよう。音ゲーかな。そうそう、やっぱこれやないとな。さあ踊るで。時間的にチョコ作んない方がいいかな。音ゲーで対決や。一緒に踊ろう。よし、負けないよと。お、自信ありやな。あら、準備はいいな。行くで。ギリチョコってか高級チョコを渡した方がいいんじゃないかな。めっちゃ楽しかったけど。いや大丈夫。よし。ここはボタン連打。お、ボル。けど大概。え、ギリチョコで特別反応。何言うてんねん、こんなん当たり家デートなかったですね。全然誘われなかった。手作りチョコ、ドクロチョコやるべき。ちょっともうそんなに時間がないんだけど、どう？なるべく迅速に答えてくれると助かる。ドクロチョコやっとく。じゃあ一応逆に一瞬でドクロチョコ終わんないかな。あれでしょ、むしろだから放置よりも積極的に間違えていった方が早く終わるでしょ。放置よりも多分なんか適当にガチャ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 やっといた方が、あ、これずっと両方ガチャガチャやっといけばいいじゃん。早して。テンポよく間違えて難しいね。こうスティック手離してとか言われるから、いいところでご飯食べてくる。ああ、まあ後でタイムシフトなどで見ていただければ幸いでございます。結構長えな。どこまで、まあもうすぐ終わります。多分この枠内に終われると思う。ただ結構駆け足だけど、で今わざとドクロチョコを作るっていう。本気出しても普通しか作れないんですけどね、僕。で、これを渡すってか。完璧だな、完璧なドクロチョコを作るって。パーフェクトドクロチョコ。姉ちゃん、起きてるか？ギリチョコ、じゃあ爆弾の森村君に。あ、ごめんなさい。高級チョコ、じゃあこれまた爆弾の日比谷君に。で、騎乗くん。手作りチョコですからね。このチョコはモテとるな。こっちは隣のクラスの、ほんで、あ、デスミ。いや、その、これは、な？わ、たくさんチョコレートもらっちゃって。ちゃうねん、これはさっき、自分で買うてきて。俺はもう、チョコレートが好きで好きで1日3個は食わんと。じゃあちょっとよかった。はい、私からもチョコレートあげるよ。そうか、自分俺を試してるんやな。え、よっしゃ、この場で食べて俺の気持ち証明したるわ。見ててよ。デスミ。デスミ。え音が走って行っちゃった。あんまり喜んでもらえなかったみたい。いや、そういう問題じゃないよね。
まあ、走れる元気があるんだったら大丈夫でしょ。デスミ、お、よかった、生きてる。自分ってセンスいいよな。ほんま最近そう思うで。生きてるならよかった。よし、デート。さて、あと18分間に合うでしょうか、このエンディングまで。リアルタイムアタックみたいになってきましたね。やっぱ山って言うたらスキーやろ。ほんでスキーって言うたら白銀のロマンス、ラブスプールでハートマークやろ。滑るで。急になんかルーを押しまいだなった。お、かっこいい。絶好のスキー日和やな。どないや自分スキーの腕前は。結構運動パラ高いから大丈夫じゃない。そうか、なんなら下まで競争や。 OK。 そう、ビーズが歌ってる途中で終わったらごめんなさい。楽しかったけど。デスミ、俺に気使ってへん？クリア後のフリートークはもし収まらなかったら、どこに行きたいとかわがまま言うてもええで。今日の夜とかに取るかも、そういう枠を。中学生とちゃう。よっしゃ、最悪本編さえ収まればまあなんとかなるかなと。の、まあ。な。受験日、喫茶アルカードに就職する。これでいいでしょ。バイトで得た経験を生かそう。申し込みすんなし、あとは頼りを待つわけ。これで落としたらすごい畜生だよね、あの店長。お、騎乗くんだ。あ、やべ、呼び方変えれなかった。あ、変えるべきだった。忘れてた、ごめん。お、終わらせることに精一杯だった俺が。ああ、せやな。俺は少しは成長できたんかな。けどまあ、いろんなやつに出会えたこっちゃし。まあよしよし。よしとするか。急に呼び方変わっても変だし。ずーっと騎乗組んできて。俺一瞬のミスも許されない。こう正確なこうボタン操作を要求されてる。うわ、最後しょうもな。うわ、いらねえ、このイタチの主体みたいな。こうやって終わるか。はい、卒業式。本当はね、校長の話もぶっ飛ばしたいぐらいですけど。それでは諸君、一応聞いとく。これが私から諸君へ送る最後の言葉です。動画見といてとは思うけど。胸に希望を持て。希望を捨てなければ諸君は決して負けることがないのだから。人生は時として諸君を打ちのめす。絶望に打ちひしがれ、すべてが虚しく思えることもあるだろう。しかし信じてほしい。諸君にはこの学園で養った大きい翼がある。私は信じている。諸君が自らの翼でどんな困難をも乗り越えていくことを。はい、さあ今諸君の目の前に未来は無限に広がっている。はい、諸君羽ばたけ羽ばたけ。いや、素晴らしかったな。
今日でこの学園ともお別れか。3年間本当にいろんなことがあったな。下駄箱ほとんどいないよ。やっぱりちょっと寂しいな。お、来ましたよ、教会。そういえばこの教会、入学式の時は扉に鍵がかかってたっけ。あれ、開いてるみたい。管理の人は何をやってるの。中はこんな風になっていたんだ。不思議だな、初めてのはずなのに懐かしい。お、出た、回想シーン。絵本、夢じゃなかったんだ。そう、一度断るっていうかセーブしてないから 100% 無理でしょすっごい前からやり直さなきゃいけなくなる。北戸、騎乗くん。あ、そうだ、これ丸ボタンで飛ばせないから。探したで。あれなんだよな、結構ゆったりしてんだよ。今日だけやない、俺はずっとお前みたいな女を探してたんかもしれん。何？昔は毎日楽しく遊んでおれたらそれでええと思っとったけど、なんかちゃうって気づき始めたんや。俺の中にどうしようもなく寂しがり屋のガキみたいな自分がおって、それを知った上でそばに追ってくれる相手が欲しかった。へこんだとき、しんどいとき、ふって誰かの顔を思い浮かべる、そんな相手。気がついたらそれがお前やった。ただ近くにおるだけの女の子やったらいっぱいおる。せやけどお前は違うんや。誰かを好きになるってこういうことなんやろか。お前じゃなかったらあかんねん。たとえお前に運命の王子様がおったとしても、絶対俺の方がお前を幸せにしたる。こんなナンパなセリフお前の前で絶対言えへんって思ってたけど、俺と付き合ってくれ。おう、ね、本当はここでそんな急に言われてもとかね、いろいろ遊びたいんですけども、まあ、もうそんな時間もないしねでは嬉しい、こちらこそね。カーソルがギャリソンでごめん。ほんまか。よっしゃ、いやー、何でも言うてみるもんやなそんなワンチャンにかけてた。そういうことで早速どっかに遊びに行こうや。え、今から？今日中日をずっと待ってたんやで。もう1秒も待たれへんわ。もうなんか文字の出る速度が遅いね。それだけはちょっと気になる。いやでもなんとかね、今回もクリアできてよかったな。こうして教会の男の子が約束してくれた通り、王子様は本当に私を迎えに来てくれました。この教会に、小さい頃から時々夢に見たこの教会、もしかするとこれからこの教会を訪れる人たちにとって私たちが物語の王子様とお姫様になるのかもしれません。卒業後、私はアルバイト先だった喫茶店に就職。騎乗くんは自由気ままなフリーターの道を選びました。働きながら着々と自分の会社を作る計画を立てるみたいです。人生日々、これが勉強や、だそうです。これからの私たちはそれぞれの道を歩むことになって、一緒に過ごす時間は今より短くなってしまうかもしれないけど、でもきっと二人なら大丈夫です。王子様とお姫様、永遠に結ばれるものだから。ほう、ロマンチストですな、デスミちゃん。はい、エンディングでございます。いやー、なんとかね、ちょっと後半巻き気味になっちゃいましたけども、なんとかクリアできてよかったです。いやー、ご視聴ご協力本当にありがとうございました。はてなはてなはてな。
破壊神尽くし。いやー、どうもお疲れ様でございます。いやー、でもね、まあ6時間枠2つでね、なんとか終わることができたんでね。うん、結構ギリギリだったね。ちょうどあれだね、だから本当に、ちょうどぴったり12時間で終わるっていう検証ができたんじゃないでしょうか、ときめも GS は。セリフを多少音読しながらでも。だいたい12時間で終わるよって。これからね、もしときめも GS をプレイしたことがないって人に、どのぐらいで終わるゲームなのって聞いてる人がいたらね、12時間ちょうどで終わるよって教えてあげてほしい。あなたセリフを音読しなければもっと早く終わると。いやー、よかったよかった。いや、でも本当、うん、まあ、後半まあ多少ね、呼び方を変えるのを失敗したりとか、失敗というか飛ばしちゃったりとかね、そういうのもあったけども、まあ概ねなんか騎乗くんを骨の髄までしゃぶったんじゃないかなっていう気分はします。あ、タイムシフトでね、よろしくお願いします。いつになるかわかんないけど、多分 YouTube に録画も上がると思う。いつになるかわかんないけどね。もう半年後とか、すっかり忘れた頃に動画が上がるかもしれない。いやー、ありがとうございました。いやー、何度聞いてもこのビーズのこの歌はいいっすね。だって僕実際に GS ね、実況動画でプレイさせていただいて、この歌とオープニングいいなと思って、ビーズのなんだっけ忘れたけど、アルバムをね、ゲオに借りに行きましたからね。あのシグナルと美しき日々がちょうど両方入ってるアルバムがあるんですよね。僕、ビーズってあんま興味ないんだけど、そのアルバムだけね、iTunes に入ってます。いや、ほんと、見てくれた方々もね、ほんとお疲れ様でした。ね、私が確認できるだけで1364コメントですか。もうちょっと多いのかな、実際は。あ、騎乗くん。あ、クリアできました。うん。いやー、よかったよかった。うん、喫茶店にも就職できたしね。最後にイケメンない。あれ、もう時間がないんじゃないかな。卒業おめでとう、ヒューヒュー。あれだな。ちゃんと攻略するキャラが変わると、ここのイラストも変わるんだ。へぇ、こまーい。こまーいね。あーね、ぜひね、タイムシフトで見ていただければ、ありがたいかなと思います。これ最後のフリートーク見てる時間ある？あと一応5分ほどあるけど、放送時間。この、騎乗くんの声優さんが、長話系だったら、やばいよ。はい、ということでこれで終わりでございまーす。あ、じゃあわあ、コントローラーしばらく持ってなかったから変なとこに置いてあった。フリートークちょっと聞いてみますか。あれ、オプションだよね。オプションは違うのか。
おまけか。この人ね。騎乗窓火役をやらせていただきました沖合良太郎です。どうも皆さん、プレイを終えてこのコメントを聞いていることと思いますが、はい、お疲れ様でした。どうもどうも。出演者である僕もですね、他の皆さんも多分皆さんがプレイする1年以上前に収録を終えてしまって、あ、そうなの、多分このゲームが出る頃にはでどんな役だったんでしょうって聞かれるとまるっきり答えられない状態かもしれません。収録はですね、何ヶ月にもわたってというか結構長い期間やっていたので、継続して役を維持するというのが大変だったような記憶もあります。で、僕ね、関西弁なんで台本上に書いてある関西弁と自分が持っている普段喋る関西弁とのギャップっていうのがですね、合わせづらいというか大変だったかな。セリフに書いてある文章って読むとなかなか難しいんですよ、関西弁は特に。標準語はね、普段他の仕事でやるときも読み慣れているんですが、そういうところが今回この騎乗窓花をやるにあたって僕にとって難しいところでもありましたが、そうそう、関西の人なんだ。皆さんいかがでしたでございましょうか。ですね16歳でしたっけこの役ね。16歳なんですよ。僕ちょっとかける2ぐらいの年なんですけども、その辺はご勘弁くださいませ。そんな感じで本当にお疲れ様でしたですね。あとですね、あ、特にないです。本当に30代前半だったらプレイしたいと思います。このときめものシリーズというのも、結構年だね。プレイしたことないので今回はきっとプレイしていることでしょう。今50近いんじゃないの。じゃあ騎乗窓からで皆さんに一言。大ベテランだ。みんな大好きやで。皆さん本当にありがとうございました。お疲れ様です。あ、なんかすごいありがとうございます。なんかすごいちょうどいいぐらいの時間の、長すぎず短すぎずみたいなスピーチのお手本みたいな長さで本当ありがとうございます。沖合さん、すごい、やっぱプロだわ。時間調整が分かってるわ。いや、プロってこういうことだな。やっぱりプロは生放送のなんかちゃんと1分30秒俺にね、あと時間を残してくれてるもん。優しい。やっぱ大きいわ、人として。あ、というわけで、ここまでね、ときめも GS 放送を見ていただきありがとうございました。なんかいろいろね、まだちょっと僕もあと1分で多分喋り終わんないと思うので、ちょっと今日の夜ぐらいになんか会議放送的な部分やると思います。何時ぐらいかな、ちょっとわかんない、10時ぐらいに会議放送っていうか、まあ反省会というか感想というか今後の予定とか、まあそういうのいろいろなことを言う放送多分やると思うので、10時ぐらい、まあ、ツイッターに書きますけど、ちょっと、詳しくはそちらで。とりあえず放送見ていただいてありがとうございました。あと1分じゃ俺まとめられないわ。沖合さんと違ってトークをまとめる力がないから。本当ありがとうございました。とにかく長い時間ありがとうございました。僕も疲れたけど皆さんも疲れたと思います。お付き合いできる方は今日の夜10時ぐらいによろしくどうぞ。本当ありがとうございました。たくさんのコメントであったり広告であったり、タイムシフトの方も本当ありがとうございました。では一旦失礼させていただきます。